はい、どうも、ゆっきーです。今回はですね、カブトムシの、幼虫の、マット交換をしたいと思います。こちらはですね、約2ヶ月前ぐらいに産卵、した幼虫が、2ヶ月ぐらい経って、かなり大きくなったと。ダイソーの昆虫マットで、育てたんですけど、非常にでかくなってですね、このように、ね、見てわかる通りクソだらけになってます。クソだらけになったので、マット交換しようかなと。まあ、2ヶ月ぐらいしか経ってないんですけど、もうかなり見た感じ、クソだらけになってるんで、それを、マット交換するんですけど、まあもったいないんで、このふるいね、粗めのふるいにかけて、ふんだけ取り除いて、っていう感じにしようかな、と思ってます。使用するのはこちら。ダイソーの100円で売ってる、昆虫マット。まあ、この中に入ってるのも、この昆虫マットなんですけど。まあ、一晩冷凍庫に入れといたんで、まあ、卵とか、まあ、ダニとかは、おそらくいないんではないかなと思ってます。まあ、わかんないです。それではね、ふるいしていきたいと思います。多分見えない。間違いなく見えない。まあ、いいか。あんまり見てるあれでもないし。はい、こちらです。もうだいぶでかくなってます。ね。ちょっと何匹いるかちょっとわかんない。この飼育ケースの中に9匹はちょっと厳しいな。やばい、ダイソーのマット2袋しか購入してないからあれだ、これ足りないぞ。これマット完璧に足りないぞ。じゃあ足りねえや。これじゃ足りねえわ。これじゃ足りねえわ。ダイソー売ってないしな。もうダイソーの昆虫マットもう売ってないしな。
あ、でも聞けば、聞けば売ってくれるかもしれない。在庫ありますかって聞いて、そうすれば多分在庫あるんだよ。だから、聞けば売ってくれるかもわからんな。多分。多分売ってくれるっしょ。おそらく。今度ダイソー行ってさ、昆虫マットはありませんかって聞いてみて、あったらちょっとありったけ買っとこう。だってこの中に9匹もいるんだもん。このダイソーのさ、500円のこれケージなんだけど、プラスチックケース、この中に9匹だもんね。ちょっと厳しいよね。ダイソー以外のマットならそこら辺でも手に入れられるんだけど、一応実験で、ダイソーの昆虫マットでどれぐらい育つかっていう実験をしてるんで、とりあえずね、全部、ダイソーマットでやりたい、は思ってるんですが、この中だと9匹はちょっと狭すぎる。狭すぎっす。まあ今度行った時、
よし、ということでね、あとはこれ水を、ケージを2つに分けた方がいいな、多分この感じだと。もう一個のケージに9匹いたってのが分かったんで、5、4ぐらいでもう一つこの同じケースを使ってやりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。